ではお疲れ様でございます。 FX オリアル日31週目の展望についてお話ししようかと思います。30週を振り返ってみると、金曜日は材料だらけで私はトレードに向かないってことを朝から申し上げておりましたけども、月曜日から木曜日までは割とテクニカルがね通用したんで、やりやすい、利益の取りやすい1週間だったんではないかなというふうに思います。そしてですね、31週目が始まるわけですけども、月末月商が関わる7月31日から8月4日、しかも第1週の金曜日ということもありますので、まあ材料が多いわけですよね。それから日銀の方からもやっぱり発表がありますし、まあ様々荒れるのかなと思いますんで、1日1日を単体で考えていくような、まあいわゆるねテクニカル的にはちょっと窮屈な1週間になると思います。まあでもね、それを事前に抑えることによって、まあそれなりのトレードを考えることができるんで、今回ですね、場面場面でその軸足ごとにねお話をしていこうかと思います。まずは月足です。はい、上昇は止まっていってですね、下落の勢いも弱いってことが示唆されています。上昇が止まったってのはどういうことかっていうと、1週間、これ月足ですけどもね、1ヶ月ごとにずっとね上昇していったわけですよ。でここで頭打ちになって上昇は止まったよねっていうことで陰線に入ったわけですけども、この陰線も半分はヒゲになってますんで、下落の勢いはそんなに強くないよってことなんですよ。まあ、そうなると、おおむね、こっからはね、横ばいに入るんではないかなって考えていくのが順当かと思います。まあ、月足なんでね、トレードにはあまり関係ないと思いますけども、方向性が、上に圧倒的に向かうわけでもなく、下に圧倒的に向かうわけでもないよと、今までとはちょっとね、様相が変わってきますということを、ここで認識しておきたいと思います。で、次は週足ですね。週足に関しましては過去の2週間は迷いの週でした。そして直近の週で上昇継続を示唆する、そういったね、チャートが出てます。チャートというかね、ローソク足が出ております。過去2週間ってのはここです。陰線と陽線が横並びでしょ。で大きさと形が結構似てるじゃないですか。これが2つ重なるってことは、上に行くのか下に行くのか迷ってるってことを、この2つで解釈することになります。そしてその迷いの結論が3つ目のこの直近の1つのローソク足に出てますね。特徴的な形ですよね、これね。カラカサとかね、トンカチとかいうやつね、どっちだったですかね。思い出します？呼び方があったわけですよ。まあ呼び方はそんなに重要ではありません。ただね、この形には一定の特徴があるよってことを思い出していただければよろしいかと思います。これは上昇を示唆している形になりますね。これがね、陰線で出てますからね。陽線で出ているときはまた違った意味になります。それは押さえておいてください。まあこういうふうにビジョンで捉えていくことが大事になってきます。思えば W は右辺が強いという話をここでさせていただきました。そして上昇が始まってここで終わるよねってことで、まあ終わったわけなんですけども、 N 字でもう一踏みあったわけですよね。それが今完全に終わりましたよってことになります。次は日足です。じゃあ日足の状況ですけども、ここではね、サンバガラスが出てるわけですよ。はい。この3ペ4ペがバーッと出た後にね、上昇が継続するのかと思ったらそうはならずに、サンバガラスが出た後に3つ目の、あ、4つ目か、サンバガラスの次の 4話目のカラスですよね。これがね、迷いの陰線っていうやつですね。要するに全体をこう捉えていくと、上髭と下髭と実体がだいたい同じぐらいの大きさで出てるでしょ。だからこれが迷いの陰線なんですよ。で、その次の一本で方向性が決まるということなんですけども、これ上の方に向かってますよね。文句なしの上ですよね。で、下髭も出てますから、下に向かう力っていうのはかなり抑制されてるわけですよ。で、素早く強い上昇が始まったってことなんですけども、これがどこまで続くかなってことを日足で見極めるのが、直近のテーマになってきますよね。つまりは31週のテーマ。どこまでこの強く速い上昇は、起きるんだろうか、どこで止まるんだろうか。止まるポイントの候補はまずこちらですよね。ただここに行くまでに止まる可能性も大いにあります。というところを日足で見ていきましょうということになります。で、次は4時間です。4時間になってくるとだんだんテクニカルが使えてくるようになりますけども、材料の直後なんでね、ランダムウォークにかなり近いんじゃないかなってところですね。まあですね、ちょっとここではね、明確なコメントができないんですよ。というのが、ファンダメンタルでもないし、それからテクニカルでもないし、これランダムウォークになってきますんで、適当に動いていくってことなんですよね。まさに材料って、私たちは考えられないような適当な動きしてますから。だから、だんだん当てずっぽうに近くなるんですよ。当てずっぽうに近くなるってことは、正確な、予測ができないし、利確ができても、ロスカットが起きても、あまりね、次に、
生かせない再現性のないような現象になってきます。だからギャンブルに近いんですよね。まあですんで材料は避けることっていうことを申し上げてます。これね、勝っても負けてもあんまり次につながらないんですよ。もちろんこういったことを重点にやる力学ってのはあるんですけどもね、それはまだ今のレベルではちょっとお話しできませんので次回に譲ろうと思います。ちょっと4時間はねそういうところで言及ができません、すいません。で次、最後の1時間ですけども、これは1時間での取引ってのが週が明けて4月31日いきなりは無理だと思いますので、月末月初っていうのを意識しましょう。7月31日は月末でもありますし、それから1週間の始まりの月曜日でもありますしね。でさらに材料が重なった後で、なかなかね難しいところになってきますので、トレードができないことはないんですよ。できないことはないんで、解説はしますけども、ただエントリーはあまりお勧めしません。リスクの負える方とか技術のついた方専用の月曜日になると思います。まあ、ただでさえね難しい月曜日ですから、ちょっとね先送りして火曜日の勝負に譲ってもいいのかなと思いますけども、火曜日は火曜日で今度8月1日の月初になりますんでね、ちょっと難しいよねってことになります。ただその日単体で考えていけばチャンスは見つかると思いますね。で水曜日ですけども、水曜日はでかい材料が入りますんで、結局1週間のうち一番簡単だとされている水曜日も材料が入ることによって困難を極めるということになります。まあ、つまりね8月3日ぐらいなんじゃないですか、テクニカルが十分機能するのは。で月火水という流れもね多少ありますんで、まあ判断が一番できるんではないかなと思います。で金曜日はまたこれまたね日中のトレードにはあまり影響ないと思いますので、そうですね、今週を意識するとしたら木金でトレードができるかなってところですよね。そのぐらいに思っておきましょう。でその日その日での解説もきちんとしていきますので、トレードが全くできないような1週間ではないと思います。ただし、30週よりは難易度は上がりますっていうことをね申し上げておこうと思います。それでは失礼します。